はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。7月は10日の月曜日でございまして、千代田区は36度ですって。この部屋は26度でございまして、今さっきまで冷房を回しました。もうさすがにね、もう飽きませんよ、ほんまに。36度ですよ、殺人や、そんな。この暑い中の日経平均はマイナス23とですね、下げ幅を狭めまして、もうすぐプラスに転じようというところですね。ドル円は 142.904 と、やや円安気味に来てますね、始まりから。香港プラス85と、はい、ドルウォンでございまして、ウォン安気味ですね、1304ですと、攻め合いをしているという感じですね。はい、さて、文春にですね、なんて言いますかね、こう載ってるこの記事ですね、どこかの資産家がですね、自分の子供を産んでくれたら1億円あげんでという話をですね、なんて言いますか、女性たち、港区の女性たち、港区というか、まあ、ギャラ飲みとかしてる女性たちの間で出回ったという噂があって、それを文春が追いかけたという、この文春オンラインに記事出てましてですね、出産1億円で、ですね、体外受精をした子供をですね、出産したらですね、誰かわからないですよ、相手が。1億円その場であげるという案件なんですね。で、この条件というのが、ある資産家が自分の子供を産んでくれる女性を探している。性交渉ではなく体外受精で妊娠する。体外受精は男兄弟などの保険証を利用し、既婚者のふりをしてクリニックで行うと。なんかここはね、ちょっとね、嫌ですけどね。出産すれば子供1人当たり女性に9500万が、紹介者に500万が支払われる。報酬は現金で手渡し、子供に相続権は発生しない。子供が優秀な場合は学費の援助や依頼者の会社で役員登用される可能性があるということで、これがですね、不特定多数の女子に出回ったという話でございます。で、文春が取材を進めまして、そのですね、仲介者に会った女性の話がですね、どういうやり取りをしたかっていうのが、前編でございまして、この後編がその男性は誰かというのを突き止めたという話でございます。後編のタイトルはこうなってますね。エリートだけが先祖になれるんだよね。港区女子らに1億円出産依頼する総資産3000億円超の光通信会長重田康光氏58が持つぶっ飛んだ思想とは、かっこ本人に直撃というのが後編です。しかし、この人、まだおったんかと思いましたけど、総資産3000億円超なんですって、すごいですね。58歳って、私よりちょっと下ですね。僕ね、若い時にね、この人見かけましたよ、街角で。何なんでしょうね。若い営業マンに対してですね、こう説教してる街角で、街頭に立って。それでガンガン言ってるの、ちゃんと売らなあかんとか言って、携帯電話を売ってた時かな、まあ、なんかですね、うわ、なんか変なことやってるやつおるわと思って見かけたら、多分この人ですね。後から写真とかを見て、ああそこにおったあの人かと思いましたけど、まあすごい人ですね。で、どうもこの重田さんという人がですね、この1億円を出すという張本人らしいですね。なんでそんなことしてるんでしょうね。それで文春が追いかけ回してですね、本人に話を聞いてるんですよ、最後ね。でも本人は否定をしてるんですけど、知らんって言って。でも、まあ、このずっと記事読みましたけど、まあまあご本人なんでしょうね。で、1億円をうまく回したら年700万に回るんやで、ね、みたいな話もですね、女性に対して直接話しかけたりしてるんですね。その候補の女性に対して。いやー、ようわからんけど、とりあえず
そうみたいですね。と思って、この方は家族いないんでしょうかね、家族とか子供とか。まあいいんですけど、しかしまあこれそれってね、基本的に今の日本の法律には触れないそうなんですよ。とただその人の子供であるというふうに分かればですね、当然こう認知を要求するということはできるでしょうね。まあその応じるかどうかはね、 DNA 鑑定に応じるかどうかっていう問題もありますけどいや多分ね、これね、これでね、その茂田さん、仮にそうやとしてですね、茂田さんの子供を産む女性っていうのは何人かは出てくるんちゃいますか。ほんと1億円もらえないでしょ。当面食い込まないんや。そうでしょう。まあまあ、でも1億円ちょっと少ないような気がしますけどね1年2000万過ごしたら10年でしょう。3億円ぐらいいるんちゃうかな、何もその運用しないで回したとすると、今ね、あと子供一人育てんのですね、中学受験とかなんとかをやればですね、中学受験やって最終的に私立、まあ早稲田でも慶応でも入れたとして考えたらいくらかかるやろ。5000万で聞くんかなそんな感じですよ。5000万で聞かれるんちゃうのかな。その食費別にしてね、学費とかだけで、ちょっと待って、いいでしょ、中学受験で大体1000万かかるでしょ。で、あとは年に200万ずつ10年間かかったとしたら、それは2000万でしょ。その他に学費はやっぱり5000万以上かかりますね。その他にですね、住居費がいってですね、日常生活費がいるわけですから、1億はちょっと足りひんのちゃうんかなと。特に港区なんかに住んでると住居費は最低でも20万いるでしょ。親子2人で住む家やったら30万ぐらいかかるんちゃうかな。それだけで年に360万や20年で7200万や。そうでしょ。いや、やっぱり足りませんね。それだけに頼ると無理ですね。まあだからちょっと安いかなという気がします。3億円ぐらいあればね、まあなんとかいけるんちゃうかなと。まあ物価が上がらないという前提でいけばね。はい、まあまあそれはいいんですけどしかしこの人もすごいこと考えるもんですね。それでその自分の種をこう残して何かいいことがあるんでしょうかね。で自分は合わないっていうですね、合わないで、ただ優秀であればですね、学費を援助するし、その役員に登用するか分かんない。だって今から20年かかるってことで78でしょ。その時にやっと子供はですね、まだ20歳になってないわけでしょ。無理やんそんなはっきり言って、ご本人は90までやるつもりであれば可能性はありますけどね。いや、それでもわずかな可能性ですね。いや、よう分かりません。お金持ちが考えることはよう分からんなと、そんな感じですね。文春オンラインのね、今、ほとんど読んでないんですけども、この記事ですね、の後半のですね、アドレス貼っときますね。前半ももちろんつながってるというか見えますんで、まあ、前半から読んだ方がいいか。で前半貼っときましょうか。前半、前半貼っときますね。前半からずっと読んでた方が分かりやすいと思います。はい、ある資産家の精子で出産したら報酬は子供人数かける1億円、港区女子 LINE グループで回る1億円出産案件の驚くべき依頼者、謎の男との面接内容これしかし文春の紙の方の文春に出てるんでしょうかね。はい、まあそれはいいんですけど、結構面白いですよ読んでると。まあしかしね、あんまりかっちょええ話でもないです。別に犯罪をしてるわけでもないんですけども、
あのかっちょいい話とは思いませんけど、まあそんなことをなこの重田さんという方がなさってるそうですというですね、文春の記事でございました。一応これは面白いですよ。はい、貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。